橋本吉夫3月13日1985年8月4日は、自分史の先駆的な試みである、普段期運動の理論的指導者である。東京府南多摩郡川口村あざ奈良原に、軍会議員を務めた、農業、橋本喜一の次男として生まれる。1920年府立農林学校を卒業後は、家業を手伝う傍ら、トルストイ、武者の工事さねやつ、 内村勘蔵らの著作に親しみ、志を同じくする青年たちと共に、生活改善運動や農村図書館設立運動に取り組む。1928年には、八王子市の繁華街、横山町に、書店、洋蘭社を開業する。青年層の理想主義に訴えるような領書を多く、取り扱い、やがて、多摩地区の文化センター的な存在となっていった。 非戦論者であった橋本だが、1941年、太平洋戦争が勃発すると、敗戦となれば人民が3区を負担することになるとして、戦争協力の意向を固め、軍部に義援金の寄付を行うなどしたという。ほどなくして、被害の生産力の格差から、日本の敗戦を革新し、東条秀樹首相への直訴を計画したりもした。 1944年11月、治安維持法違反の過度で降印され、5ヶ月間の留置場暮らしを経験する。1945年8月2日の八王子空襲によって陽蘭者と奈良原の成果を消失し、蔵者の大半を失った。終戦後の1946年、自らの戦争責任を厳しく断罪する戦争犯罪事故調書をしたため、懲罰として、 青年、少年、未来の人民のために奉仕することを自らに課す。以後、無名のまま埋もれた郷土史上の人物を検証する検品運動に取り組んだりがある、地元の文化、歴史の研究活動に尽力した。1968年、文章は一部の特権階級や文章職人のものではなく、万人のものであるべきだとの問題意識のもとに、普段儀相関号を発行する。 橋本は繰り返し、下手に書きなさいと訴え、投稿者には必ず褒める返事を書いた。1970年歴史学者、色川大吉が、朝日新聞市場にて普段記運動を紹介したことで、参加者が増え、全国的な広がりを持つこととなった。色川は、民衆の新原理を追求した、新常民運動であると評価している。普段記は二千七年十月観光文まで、 通算114号を数え、現在全国で15のグループが活動中である。1985年8月4日、遺願のため逝去。去年83、ありがとうございます。